まあでも、本当の輩みたいなのなんか、今結構減った気がするけどね、ふわっち。まあ、輩っていうか、なんでんだろう。ちょっとかぶり、鍋できたらしいの持ってくるわ。なんか鍋を作ったらしい、おじさんが。まあ、具は全部買ってきたものですけど。作ったっていうか、正確には鍋にぶち込んで温めただけ。なんやねん、これ。なんかいろんなものが入りすぎてさ。なんだこれ。あ、風船どうも。ツイッターフォローしてます。あ、ほんとっすか。LINE Pay は現金ができる。知ってますよ。本当に LINE Pay なんて送ってくれる気ありますよ、本当に。あと何回も言ってるけど、ふわっちでそれやると、なんかバンになる可能性あるから、本当にね、そういう気があるんだったら、ツイッターの DM でくださいよ。ふわっち上下、ふわうこう、バンになるかもしれないけど。匿名の方から10個、しかもボーナス200ポイントきた。やったー、10個、やったやったー、ありがとうございます。相談乗ってくださいますか。え、何の相談ですか。何の相談。あ、タンタンタヌキさん、ダックスフンダーダッス。なんだこれ、餃子か。すげえいろんなものが入ってるな。酒なんかごまない。酒一応あるけどね。ずっと
ずっと置いてあるやつ。飲んでないやつ。味はね、まあ、そこまで美味しくない。まあ、まずくはないけど。あと、いろんなもん、多分鍋に入、鍋に、あの、普通入んな、入れないだろうみたいなもんがいっぱい入りすぎて。正直、鍋としてはそこまで美味しいものではないけど、まあ、別にまずくはないですけど。いや、なんかいろんなもの入ってる。なんか、巾着とか、あとこれ、大根とか完全におでんだからね。あとこれもうちょっと割れちゃってるけど、餃子なんですよね。中にこう身が入ってて。あと肉団子とか。あと魚、あ、食っちゃったかな。なんかどっかあったんですけど。あとまあ野菜とか。そっか、おでんの具も中に入ってる感じ。うん、これ酒飲みますか、これ。まあ確かにずっと置いといてもあれだからな。いやでも酒はいいかな。酒なんか飲みたくないもん。まだなんかカシスオレンジとかさ、カルガミルクみたいな甘いジュースのやつだったら飲める。これ、結構こういうのってあんまり甘くないでしょ、多分。甘くないの無理だわ。なんかほろ酔いとかですら甘さ足んないからね。うん。なんか、お店とか行くとさ、すっげー甘いやつあるじゃん。なんだろう、あの、カシスオレンジとかカルガミルクで。そういう系で、なんかアルコールほんと少なめで、すげえジュース感がすごいっていうか、で、すっごい甘いやつ。そういうんだったら飲めんだけど。今まで食べたものが一番美味しいものは何？なんだろうね。でもさ、なんかその時食べたいものとかにもよるんじゃない？なんかその時食べたいもの、例えば今日はラーメン食いたいなとか、今日は肉食いたいなとか、今日魚食いたいなとかあるじゃん。だからなんだろう、その時にもよるしね。あ、KP どうも。あとなんだろう、ラーメンには美味しい。ラーメンにはラーメンで美味しいラーメンがあるし、肉には美味しい肉とかさ、まあなんかその、いろんなパターンあるから、なんだろう。なんすかね。わかんないですね。そう、ラーメンだったら、麺屋武蔵のつけ麺か、あれだね。ずっと言ってるけど、高崎のだるま大使のラーメンか、あと、ジライヤのね、まあ、二郎系のラーメンなんですけど。もう一番を選べててもなかなか難しいっすよね。このジャンルにはこのジャンルの美味しさがあるっていうかさ。例えばさ、じゃ高くてうまいもんだとしてもさ、すっげえ高級なシャトーブリアンと、超高級な高いとこの、ね、中トロとかウニのなんか寿司とかって言われたら、じゃあどっちが美味しいって言われても、結構気分だったりするんじゃん。その日の気分で今日は寿司の方がいいなとか、今日は肉の方がいいなってあるから、で、それを選べって言っても結構難しくない？どっちも究極美味しいからね。なかなか一番を選べって言ったら難しいよ。
まあ、俺もさ、回ってない高いところの寿司食ったこと、まあ、そこまでか、まあ、数えるぐらいしかないけど、食ったことあるけど、くっそうまかったからね。夕飯はまあこれと、さっきポッキー食いましたけど。だからもう LINE ペイはしつこいな。うん。だからもう DM してくればいいんじゃない？だからもう、ふわっち内でやりとりしたらね、バーンされるかもしれない。何回言わせんだよ、マジで。うん。回ってない寿司屋食ったことはもちろんあるけど、くっそうまかった。でも、そこのもそこそこ高いの食ったことあるんですよ。一貫ね、マグロの赤身とかで1300円ぐらいのところとか食ったことあるけど、まあでもそれでも多分本当の極上のやつじゃないと思う。これなんか銀座キューベイとかさ、ああいうとこ。あそこが多分究極系なんじゃない？知らないけど。うん、銀座、まあ、東京で言ったら銀座キューベとかさ。あとなんかヒカルとラファエルとかが言ってた。なんか、結構最近の動画てか何日か前かの動画かな。ヒカルとラファエルが言ってて、でなんかあと、ネクステのメンバーとか途中でなんか合流して、なんかこう、ラファエルになんか、高級寿司をおごらせたみたいな、なんかそんな動画。なんかこう変なさ、店の外になんかこう開けるとこがあって、なんか変な開けてなんかポチって押して、なんか会員制みたいなで、暗証番号みたいなのを押さないと入れないみたいな。でなんかシャリが黒いのよ。シャリが黒くて、なんか太らない黒酢みたいなの使ってるらしくて、それってなんか全然太んなくて、なんか痩せる効果みたいなのあるらしくて、食えば食うほどなんか痩せるとかあるらしいんですよ。なんかヒカルがやってたけど動画で。だからその中に入ってる酢とかなんか何かが、なんかその痩せる効果があって、ご飯って普通さ、炭水化物が太るじゃん。でもそれ食うと痩せるんだって。でも味もめちゃくちゃうまいらしいんですよ。そう、黒シャリっていうんですかね。うん。なんか最近見たけど、多分何日か前の動画だと思うんですけど、そう。なんかすごい、あれっすよ。気になります？ウラルハロッカ。なんか最近の動画だと思ったけどな、俺こん、二日前ぐらいに見た記憶があるんだけど。すげえ最近の動画かな。寿司。これかな？あ、三ヶ月前の動画か。まあ気になる方はじゃあ、これす、ウラル貼っとくよ、じゃあ。うん。これっすね。まあ、俺が見たのはなんか2日前ぐらい見たんだけど、まあ、動画自体は3ヶ月前ぐらい。うん。で、なんかね、1貫ね、高いやつだと4000円とかするんですよ。大トロ1貫4000円とか、そんなレベル。1貫っすからね。で、なんかの寿司が1貫5000円とかね。やばくない？ 1 貫5000円ってやばない？ 2 貫。だからその、回転寿司で言うとさ、一皿で二貫ついていくじゃん。二貫で考えたら一万だから。一貫で五千円だから。ここまでクラスのは俺食ったことないね。ここもすごいなんかね、会員制の高級店らしいですよ。でも、あの、一般の人は入れないみたいな。選ばれた人しか入れないみたいな。あとはキューベとかさ。あと、まあ、俺あんまその寿司とかそんな詳しくないけど、なんかさ、あとさ、なんだろう。結局さ、その、取り立てが一番美味しかったり多分すると思うのよ、国産でね。だからなんか北海道とかで、なんかそのまま漁師とかが取ったの直だ、すぐ出してくれるような店とかももしかしたら多分あると思うんですけど、そういうところが美味しいのかな？俺わかんないんだけどね。俺もあんま詳しく知らないけど、なんか銀座とかそういうところのってさ、高くて確かに美味しいけど、でもなんかネタ自体は、なんかその、なんていうの、その、銀座って場所代とかさ、なんか、あとブランディング的な価格も入ってるじゃん、多分。うん、なんか、逆に値段を上げてなんか価値を高めるとか、あと土地代とかさ。だからそういう金が含まれてるから、まあ確かにめちゃくちゃ美味しいんだけど、でもなんかその、実際のそのネタの、原価よりもかなり、まあボラれてるって言い方もあれだけど、ちょっとボラれてるとこあると思うんですよ。うん。そう。だからね、ちょっとね、あれですよね。
北海道とかでなんかすぐこう漁師が取ったの出してくれるみたいなところとかのがうまいんですかね。なんか銀座とかよりも知らないけど、でも銀座とかのやっぱりそのタイムラグはあると思うんだよね。実際そのあの魚を取ってからさ、すぐ出した方が絶対美味しいじゃん。うん、でも絶対その運ぶまでの時間が多分そのそんなすぐ食えるところよりはかかっちゃうと思うから、まあ、知らないけど、うん、何をおごります？キューベなら行ったことあるけど、なんて読むのそれ、純度じゃないな、のが美味しかった。俺キューベ一回も行ったことないですね。まあでも寿司って言ったらやっぱキューベですよね。なんか高級寿司イコール何ですかって言ったら多分10人中9人ぐらいは多分キューベって言うと思うんだけど。一度も行ったことないな、キューベ。なんすか、なんて読むのこれ。ググるか。骨が入ってる。あー、なにこれ、よりかどっかにあるやつですか。あ、秩父郡か。秩父郡。へー、なにこれ。行ったことないですね、寿司屋さん。あ、でも、まあ、美味しそうですね。なんか、多分、究極高いやつではないだろうけど。でもまあそこそこするんだろうな。これ回ってない寿司でしょ。あ、でも美味しそうだね。釧路って言うの。え、マジっすか、おごってくれるんすか。この淡々たぬきさんって、この前俺がなんかびっくりドンキーいたら、なんかリスナーですとかって、いつも配信楽しませてもらってるんで、ここはおごらせてくださいって言って、なんかおごってくれたんですよ。なんか、びっくりドンキー、この前2000ちょっとぐらい。いいですか、おごってくれるんですか。行ったことないですね、ここ多分。まあ、回ってないしってだけでそこそこするからね。キューベとか俺一度も行ったことないな。キューベってさ、でもさ、あれ人多分物によるんだろうね、値段って。多分キューベって俺行ったことないけど、なんとなくわかるよ。そのなんだろう、なんかさ、多分ランチタイムとかもやってるでしょ、キューベって。キューベって多分ランチタイムとかもやってて、ランチタイムとかのなんかお得なやつで食うと多分あれじゃない、高いのさえ頼まなければ、まあお任せのなんかこうコースというか、まあコースとは言わないのかな、なんかこう多分10巻ぐらいなんかこうあれじゃない、大将が多分それなりのなんかやつ選んでこうなんかやってくれてセットみたいな感じで、そうすると多分1枚いかないぐらいで食えんじゃない、知らないけど、俺のなんとなくのイメージなんだけど。でもなんかほんと高いやつだけ食うと多分相当いくと思うけどね。多分中トロ大トロとかウニとかそんぐらいのものになると多分3000から5000ぐらいするんじゃないのかな、一家。いや3000じゃ効かないかな、4、5000ぐらいするんじゃない。であとね、なんかとんでもないなんか希少部位とかの場所だと5万とかするやつあるらしい。もうテレビで前見たけど、なんかね、まあ多分でも大トロとかウニとかぐらいでも多分一貫言うても4、5000とかだと思うのよ多分。いや行ったことないけどね、キューベ。でもなんか、ね、テレビで前見たんだけど、すごいなんかね、本当に一握りしか取れない、なんかマグロの多分部位だと思うんだけど、本当に一握りしか取れない、なんかすっげえ貴重な部位があるらしくて、そこ一貫5万っていうのを見たことある。5万ってって。多分それはもう本当特殊な感じだよね。だって大トロとかさ、ウニとかでもさ、めっちゃ高級なやつじゃん。高級なネタやん。で、それでいてめちゃくちゃ美味しいじゃん。そこがもう多分4、5000なのに、それも5万だから、もう本当なんか、なんていうの、その、美味しさで言ったら多分この希少部位って多分そこまでの価値ないんだよね、値段の割に。値段の割にっていうか、値段ほど多分価値はないと思うのよ、正直。ただ希少部位っていうんで、あとはなんかその本当になんかお金持ちが多分ああいうとこって行ったりもするから、お金持ちがなんかちょっとお金の使い道がないから、なんかこうお金の使い道をなんかちょっと、なんていうの。お金持ち専用のお金持ちの使い道をこう作ってあげるみたいな、なんかそんな価格でもあるような気がするんだけど、わかんないけど。ちょっとトイレ行ってきます。
値段書いてない。あ、まあ、時価って、そう、高いものとか時価とかになっちゃうからね。ちょっと入れていきます。よいしょ。 YouTube 見てきた。あ、ヒカルの動画。あ、そうだ、これ裏ル消しとくか。まあでもあれじゃない、こうヒカルが言ったようなこういうお店ってさ、多分一般の人多分行けないんじゃない、わかんないけど。だから本当、なんていうの、結構質がいいっていうか、なんていうの、その、あと、お金持ってるような、稼いでるような人じゃないといけないようなところなんでね。多分、普通の人はいけないんじゃないの、知らないけど。キューベはね、別に行けると思うんだけど。あるじゃん、本当になんかガチの金持ちとかしか行けないようなとこ。あ、いいね、10個とも。
食い切った。いやー、いい寿司か。でも本当に高い寿司なんて俺数えるぐらいしか食ったことないですけどね。数えるぐらいしか食ったことないわ。おかえり、ただいま。てか、なんかあんま行かないよね。回んない寿司屋ってか行かなくない？俺、回んない寿司屋って本当に数えるぐらいしかないぞ、今まで。花火投げていいんですか？いいんですか？もちろん投げてほしいですけど。あー、箱さんから、お前が、お前が、お前が、アラブの石油王、ウィナズ、ビルゲイツ、ソフトバンク、サンバ大使、ありがとうございます。ありがとうございます。慎吾さん安定して飛びます。いやでもね、飛ぶときと飛ばないとき結構あるよ、ほんと差が。飛ばないときマジで飛ばないからね。ちなみに俺今月いくら稼いでると思う？ふわっち結構でもやばいっすよ、ほんとに。多分みんなが思ってる俺稼いでないと思う。今月ちなみにいくらだと思って。23万円です、まあ、23万5千ぐらいかな。この枠が5千ぐらいなんで。あ、25、いい線いってますね。結構マンスリー盛られてるからね。見せちゃうと。11月ね、11月。これ僕のアカウントね。ほら。合計金額、2011年11月。で、これが1ポイント1円で換金でいいのよ。ちなみにこれ延長チケット代とかは、換金手数料がここ引かれてないから、まあ、延長チケットはあの買ってないけどね、あのイベントでもらったやつあるから。まあ、こっからま、換金手数料ちょっと、まあ、ほんと大した金額じゃないけど、ちょっとだけ引かれるぐらい。まあ、でも大体23万ぐらい。で、あとこの枠が今5270ポイント来てるから、これ。これって枠切った時に、こっちに反映されるのよ。だからこれプラス5000ぐらい。だから今23万5千ぐらい。いやでも結構やばいよ。だってさ、こっからさ、まあその、まあ経費とかも一応ね、まあ例えばその、通信費だって俺結構払ってるし、あとなんだろう、まあ税金とかもね、引かれるし、こっからプラス。結構厳しいっすよね。もう投げ銭マジで減ってるから今。まあ、今月でもね、なんだろう。今月の初めぐらいはほとんどやってなかったんだけど、ほとんど配信してなかったんですけど、だマンスリーだいぶ盛られてるからね。あー、匿名の方からほら見えやったー。お前が、お前が、お前が、アラブの石油王、ウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、サンマタヨシ、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、フルでやってなかったってのもあるよ。今月の初めは多分結構やってなかったから、
でも結局ずっとやってても多分投げてくれる人って大体一緒なんで、うん。じゃあ、長時間やったらやったら多分時給自体も多分下がるとは思うんだけどね。多分みんなの投げてくれる多分限界の額とかも絶対1ヶ月でこんぐらいは限界っていうのって絶対あると思うから、まあぶっちゃけ多分長時間やればやるほど、まあもちろんこの金額よりは上がるかもしれないけど、かといって多分その、やればやるほど多分時給自体は下がっていくと思うし、多分なんだかんだずっとやってても限界の額っていうのは絶対あると思うから、長時間やったから純粋にその分、こんだけいくらなんだその分上がるってわけでもないんだけど、純粋に。うん。で、ちなみに俺のマンスリーが、今月278位で、なんか49万9千何ポイントなんで。だまあ、半分ぐらいかな。今月は今のところ、マンスリーポイントのちょうど半分ぐらいかな。うん。すっげえ盛られるときはね、このね、あのポイントの3割ちょっとぐらいしか来ないときもあるんですけどね。まあ、もらい方なんだよね、それ。そう、イベントのアイテムをいっぱいもらう、あの、ほら、倍率とかさ、出るやつの、イベントのポイントをドカってもらって、で、あと、プラスそこで倍率とかがドカって出たら、あと、まとめ投げされたときに倍とか一気に出ると、そこで多分ポイントがかなりかさ増しされるから、だからその投げられ方とか当たりが出るか出ないかにもよるとは思うんだけど、少ないときは、本当にもう、3割ちょいの時あるよ。この、3.5 割ぐらいの時とか。その、なんだろう。マンスリーポイントの。うん。高い時は7割ぐらいの時はあるけど、昔は8割ぐらいの時あったけど、今はもう8割までないかな、ほぼ。まあでも7割はもうないね、ほぼ。最近結構盛られてる。まあ盛られてるっていうか多分、俺がちょくちょく、その、なんていうの、多分ね、俺の投げられ方にも多分よると思うんだけどね。俺ってほらなんだかんだイベントは一応参加するじゃん。エントリー制の。で、一応ほら無料アイテムとかそこでもらったりとかするから、無料アイテムで結構かさ増しされんのよ、多少。うん。でも、その、イベントアイテム自体はそこまで投げられないけど、なんかこう、花火とか大花火どっちかっていうと多分イベント参加してる人割には投げられるとか、あと倍率が出ないアイテムも結構投げられてるみたいな。この、ワンワンイベントみたいなやつとか、こういう系のやつでさ。で、こっちはなんか多分その、5倍、10倍ってポイントがなんないから、20倍とか。だから、その分、多分その、マンスリーポイントとか多分低いと思うの。でも、その、全体の投げ銭の、なんか、割に多分、無料ポイントで多分結構かさ増しされてるのは多少あると思うからね、その、なんていうの。これが例えばさ、課金額がもっと、これのなんか10倍とか例えばあると、その、無料ポイント分のかさ増しが、の比率が下がるじゃん。わかる言ってること。その、イベント参加した時に無料ポイントが、無料のアイテムもらえるじゃないですか。でも、その、閲覧とか一緒でも、無料ポイント投げてくる人が一緒でも、課金額が純粋に10倍とかになると、その無料のアイテムのポイントのその割合が下がるから、その分多分、換金率とか、換金率じゃない、その、マンスリーポイントに対しての金額が多分増えるんだろうけど、そう。俺のこの投げ銭の額とかだと多分その無料のポイントのもだいぶかさ増し分に多分含まれると思うんで。うん。無料はいらないって言ってました。いやでもなんだかんだ無料は別に投げられるからね。そのイベントとか参加すると。うん。そう。だから大体でもね、最近はね、うん、ほんと少ない時で3割ちょいぐらいの時もあるけど、3.5 割ぐらいかな。多い時で、まあ、7割とか。うん。まあ、8割ぐらいの時もなくはないんだけど。まあ、滅多いないけど。うん。でも、大体平均すると、まあ、5割前後かな。うん。もちろん、8割とか行くことも滅多にないし、7、8割行くことも滅多にないし、逆になんかその、3.5割ぐらいの時も滅多にないし、平均すると大体5割前後だと思う。結構盛られてますよ、今、本当に。うん。今月が多分、だから50%ぐらいだからね、マンスリーの。50%いかないぐらいか。まあ、正確に言うと多分 47% ぐらいじゃない、今。うん。で、50万ポイントってことは、25万で半分だから、で、だいたい今23万5千円ぐらいだからね。
47-48% ぐらい。まあどうやって投げられるかと、あとそのイベントでファンタスティックとかさ、ある程度まとめ投げされた時のその倍が20倍とか10倍とか出ると、そこでだいぶそのかさ増し度が一気に変わってくると思うんで、まあその投げられ方とか倍の運とかもだいぶ左右されるけど、まあ俺大体こんなもんだね。いやでも結構やばいでしょ。こんないつまで続くかわかんないからさ。ほんと昔に比べると投げ銭マジで減ってるから。結構やばいっすよね。今月ももう言うても後半だもんね、もうね。